スイートタウンをかぶせてくれよ。裸足の弦。うわ、寒い寒い寒い。一人暮らしあるある。寒いのに寒いのどうにかするぐらいの暑い布団ない。ロン17時50分2004世。ちくしょうちくしょう。ドーデュース、あいつまたジャパンカップで外から突っ込んでくんねやろな。あーサップマジでどうしよう。こっから出れたら勇者やねんけど、俺別に一般人やからもう出る必要ないよ別に。しかも時間えぐいよな。とりあえず今日の授業は戦略的休み。そういやこの間安倍さんのモデルになった人じゃないけど、安倍さんっていう人と飯行って、戦略的撤退ってなんなん、それ言う時大体負けてるやん。負けたら戦略的ちゃうやんっていうこと言ってキレてたわ。確かに今俺負けてるわ。敗北撤退やん普通に。そろそろジャパンカップ始まんな。ドーデュースか。ドーデュース来んのか、竹豊と一緒に。もうどっちが乗ってんのか分からんもんな。竹豊にドーデュースが乗ってる可能性もある。竹豊がこの顔でインタビューの時はいつも「え大外からぶっ刺します」とか言って、ドーデュース君がね、僕にしっかり鞭を叩いてくれるので、走り切ることができますっつって。ちょっとでも結局寒いな。よし気合入れよう。みんな寒い時ってどうやって布団から出てんねやろな。俺いつもやんのが結構体育会系やから。これでいけんねん。もう今寒くない。悪いやろこの家。なんで手伸ばしたジャンダクが飛んでくんねん。かっこいいハイの打ち方覚えてん。間違えた。こうリーチ宣言するときに、この堀慎吾さんという人やってるけど、こう置いてこう横に置くっていう。全然上がられん。よっこのセクション1。英語の リスニングの時のやつ。あー気持ちいい。これ誕生日プレゼントでマネージャーさんくれて、ありがとうございます。一方数がとりあえず、一番新しいやつにしてんな。この半年間でこれ6代目や。1ヶ月に1回サブスクみたいになってるけど、てか思ったけど、アフタヌーンティーってめっちゃ菓子多ない？なんかケーキの量半端じゃなくない？この間なんかインスタ見て思ってんけど、検索予測グリーンチャンネルネット競馬ジャン玉ネット競馬終わりや。ここにアフタヌーンティーが追加されるやん。もうティーじゃないやん、アフタヌーンケーキやん。あもうちょっと画像で出てきただけでもやばいもん。お前もうこんなん食ってんの？嘘やろ？これだから一人かないしは二人で行ってこれ食いきんねやろ？無理ちゃう？どうすんねんこのマカロンのこれ。ピラミッドこれ。誰が食うねん？ああ、こうやってさ、この前で、なんで写真撮ってるけどさ。いや、もし食い切らずに残して帰ってるとしたら俺めっちゃ嫌いやわ。単位と設定位置とアフタヌーンティー残す女嫌いやわ。おいっす。もしもし、兄ちゃん。おい、どうした？おっす。ハマッチの中間ですやん。あ、そうやな。ちょっと俺、やばいこと起きてさ。え？何？どうした？ちょっと、おかん、ちょっと、亡くなってもうで。え？マジで？うわ、お前大丈夫か？いや、嘘やねんけど。え？おかん、亡くなったから。お前、それ、
さすがにそマジでやばいっていうのをちょっと教授に言っといてくれ。テストマジでやばいから一旦それ使って切り抜けようかなっていうのでちょっとお前から伝えといてくれ。なんで俺から言うの。いや俺演技下手やねん。俺から言うも結構意味わからんくない。先生がいやいや兄ちゃんお前演技うまいやん。一回やってみて、一回やってみて。いやなんか、りょつのおかんがにっちゃーらしくってどうします。先生バリうまい。マジ、完璧やわお前。いやそれ絶対ってさ、もうおかんにいちゃー言うといて。あ、ほんなんいけるか。頼むわ。事務室知り合うから、事務室のおばちゃんに言っとくで。そうやな、よろしく頼むわ。はい、わかった。ありがとう、ビチャー。おい、にっちゃーんなら、あとは、あれか。人生とエロスとかのレポート適当にやっとく。ん?うん、電話ありだ。おかんや。もしもし?もしもし、おかん?あんた!何?私、死んでないわよ!え?今さっき電話したとか、え、もう?人聞きの悪いあんた。あ、いや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 、何言ってんの?勝手におかん殺す息子がどこにおんの?え、いや、え?そんなん言ったっけな?友達が勝手に言ったんじゃん。あんたバレてへんと思ってんの。この部屋にはね、盗聴器仕掛けてんのよ。嘘や。あんたの会話全部聞こえてんの。どれ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 。だからあんたがね、やらしいビデオ見てんのも知ってるわ。マジで。見てない見てない見てない。ロガリギャルが好きなのも私知ってるわよ。俺の性癖発表すんな。嘘。そんなどうでもいいの今あんた。ほんでね、あんた、そんな嘘通用するわけないでしょ。そうやったらね、おじさんとかにしときなさい。おじさん?あんま関係ない人に。おじさんでいいんや。ギリ、まあ、ギリギリおじいちゃんおばあちゃんやったら、まだいいわ。お母さんは一番あかんでしょ。おかんもおかんやな、それやってること。もうわかった。もうごめん。学校で言うとくからね。ごめんごめん、わかった。まあ、はい。ちゃんと学校行きなさい。すいません。おじさんのことあんま好きちゃうんかな。いやー、バレたか、さすがに。ん?大学これ。あ、はい、もしもし。はい、もしもし、お世話になってます。りょつくんですか?あ、はい、気持ち悪いぐらい、りょつでございます。こんにちは。はい、もう、こんばんは、かーいってね。あ、はい、はい。君、楽胆です。え?はい。ハマチロンの、テストがあるから、言って、友達にね、お母さん死んだ、言うの言うて、言って言ってたでしょ。え、はい。そういうのは、もう、即、楽胆とさせていただいてます。あ、いや、ですけど、その、はい、受ける意思はありますので、受けさせていただけたらな、という。楽胆です。まあ、不正行為の一環ということで、今学期の単位、すべてゼロ単位ということになります。全部?はい。また来学期、頑張ってください。そんな、それ、ちょっと、それ、それやばいですよ。逆にとね、ちょっと、休める時間できて、遊べるで、言って。マジでも、やる?はい、言って。失礼します。あ、お疲れ様。踏んだり蹴ったりやん。ラジバンダリかお前。ちょっと風呂行くか。ゼロか。クソばっかがどいつもこいつも。どうやったら単位取れんねん。ちょっと待てよ。今期ゼロになったら留年や。留年してる。してるな。またか。何回留年すんねん。留年エクスペリエンスレイクイーブや。留年した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 ってなってるわ。やばい。じゃあもう何留や今。全部合わせたら。動画内で、100留は多分硬いと思うんだけど。うわ。出た。寒いから、カチカチや。これはいいよな。冬にしか見れへん、このフォルム。もう普段これぐらいの感じやねんけど、もう引き締まってこうなってんだよ。ダンゴムシモード。でさ、はい。ダンゴムシ去年のこの作品でもやってました。一個も成長してん。動画では100流ぐらいしてるけど、こっちは一流であってほしいなって言おうとしたけど、もうやめるわ。
レジスタンスイベント第7弾ロードトゥミリオン、100万人を目前にした過去最大級のイベント、トーク、クイズ、オフ会ならではの企画も盛りだくさん。入場者特典はメンバーとのチェキ撮影、人数、年齢、性別の制限は一切ございません。たくさんのご参加をお待ちしております。俺たちの神話を見逃すな。詳しくは概要欄をチェック。カウ&チーズ誕生秘話、おー、大体できたかっていうのをね、もう皆さんに知っていただきたいという思いで公に流されへん話が一日出てきたトラックちょうどあるんで聞いてみます。そうや、ちょっと聞いてみます。俺も何もしてないくせにあいつさんもやがってそうで、これ旅行歌えるなんて、うん、いけるで一発出てきてな、才能か出ちゃったな、心のエミネム出たもんな。カズキモル配信できない危機に陥った。いや、一旦そこで撮影中断しますと本人来てくれました。なんと聞いてください。はい、ありがとうございました。カウアンチーズ。3分の1ぐらいになるから。